こんにちは、インテリです。ちょっとごめんなさい、風呂上がりなんで水分取るために頭にタオルを巻いていますが、またちょっと、料理という方ではないんですが、また市販のものを使って、作るんで、これにまたちょっといろいろ加えていこうかなと思っています。この基本となる五目かに玉と、でまたキャベツとニンニク、そうですね、使い切らないといけないんで、一人暮らしなんで。ニンニクは今日はちょっと2かけら使おうと思ってます。で、もちろん卵。これ忘れちゃダメなんで。これでどうするかというと、キャベツとかに玉合うのかという話なんですが、このキャベツを千切りにして、卵に混ぜて、ちょっとお好み焼きっぽい感じにしてみようかなと思います。で、それにちょっとニンニク加える感じですね。これもそんな料理というほどでも、のもんじゃないですが、ちょっと、キャベツをうまいこと消費するという名目でやっていきたいと思います。これね、普通に切るより、外から剥がした方が変色しにくいということでらしいんで、普通にこうやってザクッと切ると、その断面がね、ちょっと変色してしまうんで、こうやって外から使っていくという感じで、千切りというより、ちょっとざく切りかみたいな感じでいきます。キャベツとニンニク、豆乳、じゃあ入れていきます。大丈夫かなこれ。ちゃんとね、この丸になるように焼き上げて、キャベツが左に寄ってますね。少しちょっとバランス取りましょう。とりあえず片面に火が通ってきましたね。裏返す際は、皿に1回乗せて、それを利用して、裏返すのがいいということらしいんで、ちょっとやってみます。これをうまいこといきますよ。ほい。ああ、ちょっと、成功ということで、よし、ちょっと形をもう一回整え直したらいいと思うんで、こうやって、整え直しましょう。といった具合で、もうこのまま火通れば完成なんで、完成ということで。というわけで完成しました。キャベツ、カニカマ、ガーリック風味。あんかけもついたんで、あんかけもかけたんですが、ちょっとあんかけ失敗してみまして、ちょっとダマになってる部分が多いですが、美味しそうではあります。これをいただきたいと思いますね。じゃあ、いただきます。歯ごたえがありますね、やっぱりキャベツのおかげで。あ、ニンニクの風味もいいスパイスになって。そういったわけで、ちょっと軽い失敗もいくつかありましたが、なんとか、美味しく作れたと思います。何か、一から作るのもいいですがね、もともとある料理にいろいろ手を加えてみてね、いろいろカスタマイズしてみるのも悪くないかもしれませんね。何よりね、やっぱりちょっと野菜をちゃんと取れる料理っていうのはね、重点的に置きたかったんで、とりあえず今あるキャベツをどんどん使い切れる、美味しく使い切れるぐらいのね、アレンジ料理を、どんどん作っていきたいと思います。というわけでまた、見ていただけたら幸いです。ありがとうございました。インテリでした。